はい、おっつー、こんにちは、カンタです。今回もね、ご視聴ありがとうございます。さて、私はね、今何をしているでしょうか。そうなんです、前回動画の平成昭和編でね、紹介した名古屋アベック薩摩事件のね、お地蔵様をね、探しています。まあ、線香でもあげたいなと思いまして探してみたんですが、結局ね、見つからずですね、今回はね、断念いたしました。この前の動画の平成昭和編がね、まだの方は概要欄にね、貼り付けておきますので、またご覧ください。というわけで、今回は明治のルートをね、紹介したいと思います。昭和51年3月、この仏像さんは違うわ。前回でも紹介したのですが、初めての方もね、いらっしゃると思うので、もう一度ね、説明しておきますと、この昭和明治トンネル付近は三重県屈指の心霊スポットになってまして、昭和トンネルでは交通事故でね、亡くなった方が多く存在します。噂ではですね、その交通事故で亡くなった人の霊とかですね、あとトンネル内でね、無数の白い手がね、現れ、その白い手にね、追いかけられたり、まあ女性の霊やね、落ち武者の霊、まあ人玉、まあこの場所に行けばですね、車の後部座席の人がね、座っていたなど、まあ多数の噂が存在する場所で、その全ての元凶がですね、今から行く明治のトンネルが影響しているとも言われております。この明治のトンネルを作る際にもですね、崩落事故でね、亡くなられた方がね、多数存在しまして、その白い手はその方々の霊とも言われております。まあ、それでは今から明治のね、トンネルの方へ行きたいと思います。これ伊賀川とね、津川で行けるんですけど、まあ、この今回今から行くのはね、伊賀川の方ですね。あそこのこちらのね、広場に車を止めておきまして、でそれから、この山道ね、ここの山道を今からね、登って、多分おそらくここから登っていくと思うんですけどね。これかな、多分こんな感じ、こんな感じの、こんな感じの場所をね、今から登っていきたいと思います。まあ今回は伊賀川の紹介になるんですが、本当は津市川もね、一つの動画に収めたかったのですが、あまりにもね、長尺動画になるので前半と後半に分けました。すいません、これがきついな、これ。でやはりこれが明治時代の方が歩いていた道なんでしょうか。江戸のさっきの江戸の道よりは、まあ広くてね、いいような気がします。なんとね、江戸街道の方も車で行けるところまでね、突っ込んでみました。次回以降のね、紹介になると思うんですが、まあ、江戸街道の方もよろしくということでね、まあ、気になる方はチャンネル登録の方もね、しておいてください。よろしくお願いします。サポーダム的な、サポーダムかな、これサポーダム的なってサポーダムでしょうね、これは。でもな、でもなるいな、なんか道が。その初めの入り口のところだけ坂道が結構きつかったです。明治時代の方はね、この道を一生懸命歩いていたんでしょうかね。ちょうど今真下っていうかね、この、右下付近に旧のね、
昭和のトンネルが見えるんですけど、あのガードレールが今あの向こう側がね、昭和のトンネルとなっております。前回はですね、あのガードレールのね前に不審車両がね止まってました。まあ今登ってきてわかるんですけど、本当にあそこに車を止めている理由がね本当にわからないぐらいのところですね。橋が見えてきました。橋が、ちょうどわかるかな、見えるかな、これ、ここ見えるかな、これがねゲートです。うっすら見えますかね。これが旧トンネルのねゲートになります。はいはい、鳥居が見えましたね。鳥居が、なぜこんなところに鳥居があるんでしょうか。謎だらけですね。こちらは、砂防ダムがね2つぐらい連なってますね、こんな感じで。まあここもあれですね、夏場来ると蛇が危ない場所ですね。蛇とかがね、この鳥居を今からくぐりたいと思います。失礼します。あ、これや、あれや、これこれ、ちょうどこれ今ね昭和のトンネルの真上付近ですね。ここは、こっから登れんの、これ、ひょっとしてこの用水路的な、危ないよな、でも苔だらけね。これがこの道もなんか通るのかな。あ、なんか社、何あれ、祠がある、祠、ちょっと祠まで行ってみようか。向こうに上の方にね祠が見えるんですけど、いやここやばいな、なんか あ、こう行くのか。ちょうど位置的には本当にね昭和のトンネルの真上ですね今ね。わあ、高い高い、高いな、あ、本当祠がある。今日は明治のトンネルをご拝見させていただきに来ました。今日はお騒がせしてすみません。明治のトンネルをねちょっと拝見させていただきます。それでは失礼します。ちょっとね今から明治トンネルの間近まで行ってみたいと思います。こちらが完全に封鎖されているトンネルです。以前はね通れたんでしょうけど、明治から、令和のね時代を重ねてですね、これほどの土砂がね溜まりまして、完全に明治のトンネルの入り口をね、伊賀川の入り口をですね完全に塞いでおります。すごくジメジメしてます。一気にドーンって崩れへんよね、本当に。うわ、これ
これがマグですね。すごいな。ちょっとだけ空いてる。ちょっとだけ隙間が。ここのね、この隙間からね、結構動物が出入りしているみたいで。あの音が何気に怖いな。それではね、反対側も今からね行ってみたいと思います。まあそこの祠にご挨拶にね行ってまいりました。だから大丈夫でしょう。この花何でしょうかね。このここに1個だけ咲いてます。それではですね、今からあの逆側、通側ですね、通側の方へ向かいまして、でそちらの方からね明治のトンネルをね行きたいと思います。はい、いかがだったでしょうか。今回ねこの東側ではですね特にね問題は発生していないんですけど、次回ご紹介するね津市側ではですね、やはり噂通りのね現象が発生しました。次回のね津市側はまああの 2,3 日後にはね動画をアップする予定ですので、皆様よろしくお願いしますよ。ということで今回はね以上とさせていただきます。最後までねご視聴ありがとうございました。それではさようなら。